皆さんこんにちは、星の子です。今日はキャンドゥの購入品を久しぶりに紹介していきたいと思います。それでは早速スタート。まずこれはシリコンラップ、あればあるだけ便利だなと思ったのでリピ買いしました。繰り返し使えて経済的なエコラップ。2種類あって、これは直径24センチのタイプのものです。透明のフィルムがねついてます。このデコボコした面があるんですけど、それを上にして24センチ以下のボウルとかお皿だったら使えます。はい、こんな感じ。作り置きして冷蔵庫に一旦入れておくときとかすごく便利なので、ほんとおすすめです。保管する際はもう一回ね、この透明フィルムに戻した方がいいって書いてあるんですけど、これがなかなかめんどくさいので、私はこの一緒についてくる型紙みたいなものに貼ってこうやって保管してます。ちょっとこう汚れてきたなって時は水洗いもできます。じゃん、続いてはこちら仕切りパック。2種類のおかずを入れれる保存容器なんですけど、こっち 250ml、400ml の量が入るケースですね。これはこっちは副菜で、こっちはお肉とかお魚とかのメイン料理をたくさん作り置きして、ここに入れてこのままね冷凍しておきたいなと思って買いました。主人も最近家にいることが多くて、お昼とかね作るのめんどくさいので、ご飯はね炊いといて、これで作り置きしとけば電子レンジも OK なので、冷凍庫から出してそのままチンして食べれます。4つ買っておきました。プラスチックなので匂いがついちゃうかなっていう心配あるけど、こういうのはねもう消耗品として使ってるので、ちょっと匂いとか気になったら買い替えてもいいかなと思います。これ2種類のおかずタイプだけど、3種類のおかずタイプもあったのでチェックしてみてください。続いては冷蔵庫の収納用に買ったアイテム。まずこちらスライスチーズケース。とろけるチーズ常に冷蔵庫に置いてあるので、それ用にいいなと思って買いました。こんな感じで詰め替えてチルド室に収納しておきます。パッと取り出しやすいので、これもすごく便利アイテムですね。ちょうどいいサイズがここに入れとこう。はい、こんな感じです。続いてはこちらの冷蔵庫用野菜ストッカーっていうケースを2つ買いました。立ててお野菜を収納できるケースです。こういう仕切り板がついてますね。こんな感じで野菜室に置いて、こう仕切り板を調節して立てたいお野菜をここに収納することができます。立てたくても開けるたびにね倒れちゃったりとかしてたので、これはめちゃくちゃ便利。これも100均で買ってる紙袋、ここで野菜をね仕切って入れてます。あー、これは買ってよかったです。続いては収納アイテムです。バスケット用仕切りというものの M と L サイズを買いました。でそれぞれ2枚入りです。このケースを仕切ることができるっていう仕切り板、この M サイズがこの幅が10センチで、 L サイズが13センチになってます。M サイズの方はここに使いたいと思います。青のりとかローレルとかに入れてるんですけど、やっぱこういう風に倒れちゃうので、これをここに設置することでこんな感じで倒れ防止にもなるし、ちゃんとすっきりと収納もできるようになるので、これすごい便利ですね。ここにもおかかと瓶のもので分けたいので、これもここにつけて、これでちゃんと仕切りましょう。この L サイズの大きい方はこちらのケースがねちょっと大きい方に使いました。ちなみにこれは今回買ったものじゃないんですけど、これもキャンドゥで買えるしダイソーでも買えるアイテムなんですけど、差し込むだけで簡単密封ができるスライドジッパーっていうアイテムです。並べた時にすごくこの棒があることで探しやすいので、これもすごく便利で気に入ってます。続いてはこちらのたっぷり入るワイドタイプのストックケースです。とりあえず一つ買ってみたんですが、ドリンクのストックがあるところにちょっと使いたいと思います。こんな感じで引き出す際のこの持ち手の部分があるタイプのケースです。ブータンのドリンクを今は収納してます。はい、こちらはリピ買いです。前回あげたドレッサー収納でも紹介したんですけど、ブラシカバー L サイズ2枚、 M サイズ2枚、 S サイズ2枚、 XS サイズ2枚の計8枚入ってるものです。メイクの時に必ず使うメイクブラシをドレッサーの上にポンと置いてしまってるので、カバーつけた方がいいかなと思って使ってるんですけど、できてなかったものもあったので追加で買いました。これはここがパカッと開いてるんですけど、こういった感じで閉じてるタイプのものもあるんですけど、これは持ち運びにはすごく便利かもしれないんですけど、毎日ね使うってなるといちいち蓋を外して使わなきゃいけないっていう面倒くさいなと思ってたので、これもね蓋のないねカバーに変えたいなと思って追加で買いました。この一番ちっちゃいサイズとかはノーズシャドウの筆とかアイメイク用の筆にぴったりです。メイクポーチとかに入れる際も便利なカバーです。
続いてはお弁当グッズです。まずは先がすごく細くってカーブしてるハサミ、キャップ付きです。前回ね、お弁当の動画を出したんですけど、糊で細かい目とかを切るときに大きいハサミで切ってたんですけど、これで切るとすごく便利だよって視聴者さんに教えてもらったので、またリベンジしようと思って買いました。で、キャンドゥで売ってるクッキングカッターもすごく便利だよってことで買いました。デコ弁作りに便利、キャップ付き、野菜とかチーズとかウインナー、海苔の細工に便利だそうです。で、あとこちらもデコレーションピンセット、小さなアーツや海苔を楽々デコレーションできる、これもなかったのでこちらも買っときました。あとはこちらもリピ買いです。ケース付きスプーン、前回使ってたものだいぶ汚れちゃったのでこちら買いました。スプーンだけ持ってきたい時があるのでかさばらなくてキャップ付きなのがありがたいです。続いてはじゃん、こちらおにぎらずランチボックスっていうアイテムなんですけど、蓋取りにも使えてランチボックスとして使っても OK という 2way なんですよ。おにぎらずの作り方も後ろに書いてますね。まずこのケースにご飯を詰めて、海苔にご飯を乗せて、海苔で巻いて、切った後に今度はまたこれがランチボックスとして使えるというアイテムです。結構幼稚園で食べやすいおにぎりとかサンドイッチだけのお弁当にしてくださいっていうことがあるので、その際にすごく便利だなと思ってこちらを買っておきました。容器の底がご飯がねくっつかないように工夫がされてるもので、電子レンジも OK で冷蔵庫保存も OK のものです。あとはこちらもリピ買いなんですけど、おむすびくるりんっていうシリコンがおにぎり型になってるもので、こことここにご飯を詰めて、どっちかにツナとか梅干しを真ん中に置いてパカッと締めてにぎにぎして、最後にこのゴムを引っ掛けるだけで、食べるときはこうやってやってここパカパカッと開くのでこんな風に食べれるんですよ。これだとゴミも出ずにこれも何回も洗って使えるのでエコです。冷蔵保存と電子レンジも OK です。これもリピ買いして2つ買いました。で、あとはおしぼりセット、シンプルなやつ、おしぼりも幼稚園で持ってきてくださいっていうことがあって、今まで使い捨ての個包装になってるおしぼりを毎回持たせてたんだけど、やっぱそれだとゴミの処分に困っちゃうのでこれを買っておきました。次はこちら、シリコンの油引き、ハケが洗えて清潔、ハケが丸くて塗りやすいっていう便利アイテム。なんか今までここが布のタイプを使ってたんですけど、そうするとなかなか綺麗に保てないし洗うのも結構面倒なのでこれを買ってみました。ここがシリコンになってます。卵焼きを作る時とかもキッチンペーパーを三角に折って油をつけながらやるっていうのも面倒なので、油をちょんちょんちょんとつけて塗りながら卵焼き作れるかなと思って買いました。続いてはカーラーとヘアゴムです。ヘアゴムはね、キャンドゥのやつがすごく丈夫なんですよ。なんか一回使うと結構ちぎれちゃうっていうヘアゴムあるんですけど、これはねすごい頑丈なので何回も使えるので、キャンドゥのこのヘアゴムすごくおすすめです。しかもこれ80本入りです。これは結構気に入っててリピ買いしました。で、今1個使っちゃってるんですけど、このブラウンのカーラー LL サイズで4個入りで、太さが 3.8 センチです。細いタイプもあったんですけど、メイクする前とかの前髪留めておく用で買いました。これすごく髪の毛が絡まってちゃんと引っかかってくれるのでいいですよね。ちょっと使ってみようと思います。続いてはラブホームのマルチケース。ちょっとこれは新しいのが出てて皆さんにもちょっと共有したいと思って買ったんですけど、カードが4箇所入れれて、お薬手帳とか母子手帳とかのカバーにもいいかなと思います。ここがスライドポケット付きになってます。今までもキャンドゥのやつを使ってたんですけど、ちょっとね母子手帳とかお薬手帳入れるにはちょっと大きいんですよ。可愛いんだけどね。なのでちょうど母子手帳とかお薬手帳と同じサイズのものが新しく出てたので買いました。ここに母子手帳を入れてみます。うん、ちょうどです。で、このスライドポケットにこのお薬手帳と医療書と保険証、あ、ちょうどいい。で、カードが4箇所入れれるようになってるので、いろいろ通ってる病院の診察券が入れれますね。新たにこちらを使っていこうと思います。続いてが、こちらもラブホームの新商品、タグですね、タグ。5個入り。こんな感じの結構しっかりした薄いプラスチックみたいなにこういうチェーンがついてます。こういうタグも本当に便利で、ちょっと足りなかったので追加で買ってきました。今回これがねすごい欲しかったんですよ。何だと思いますか？
デコレーションドライパーツいっぱい買いました。でリースも買ったので、これをグルーガンでくっつけて自分でリース作ろうかなと思って買いました。このリースも色違いとか大きさ違いがあったんですけど、私はブラウンの L サイズにしました。でちゃんとこう紐がついてます。この松ぼっくりとか、これすごい可愛いんですよ。ふわふわのコットンフラワーとか、あと色違いでユーカリとかこういうのとかいろいろ買ってきました。もっとねデコレーションパーツもいろいろあったので、ちょっとチェックしてみてください。はい、ということで久しぶりにキャンドゥの購入品を紹介しました。収納アイテムとかは結構キャンドゥのものが好きで、冷蔵庫の収納も今ねちょっとずつ変えていこうかなと思っているので、またちょっとキャンドゥ以外にも100均巡りをしたいと思っているので、またね100均の動画をアップします。ということで、この動画が少しでも良かったよと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。